あ、やってます。プップテレビの総集編やってます。はい、やってる。そうですね、はい、大北です。橋田です。安藤です。先週から引き続きこの3人でお送りしております。はい、1週間ぶりです。はい、ご無沙汰しております。今5月27日なんですけど、今日はそうですね、今日8かな、8ですね、28。昨日が小賀さん、おとつい小賀さんの動画が、ヤフーのトップページの、映像トピックスという、そば食べるやつ、そうそうそう、7年前のそばを食べるやつ、リンク貼られてて、そうめんじゃない、そうですね、6万件ぐらいいってましたよ、再生から。あの、夫に食わせるやつでしょ。夫に自分じゃないみたいな。そうか、そういうところに乗るとやっぱね、いいですね。いいですね。不思議の国のアリスも、アリス、あれは映画もね、がっかりしたでしょうね。あれはいい、いいっすよ。相当びっくりすると思うよ。キュンとすって。4月の22日からじゃない、12日ぐらいから9日までですわ。はい、はい、じゃあ見ます。はい、これは誰だったの。これ林さんです。インド。あ、そうか、そうそう、これ練馬って言い張ってるやつだな。ボビーさん騙されたって言ってましたね。DJ ボビーさん、こんなやったかな。林さんと一緒にラジオやってる DJ ボビーさん。スーパーで最近あんまり人気がないんですけど、あれこんななったんだと思ったら騙されたよ。俺なんか実家から電話かかってきて、俺面白かったよね、リマのやつって言って、今まだ4月、うちの母が言ってましたね。さすがですね。37度8があります。なんでボビーさん騙されたんだろうな。北町商店街、最近は物騒で、字が違うじゃないですか。さっき車のナンバーも違ったし、今僕もね、ちょっと離れて20年ぐらい経つんですけど、顔の濃い人増えたなって思います。絶対違います。ファッションセンター島村です。島村じゃないし。魚屋と同じ声がするな。一見あの大学校に行くんですけど、はい、聞くと安いよ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 。ああ、でもなんかここが川越街道で、こっちに行くとなりまして、次に行くと池袋。ニューデリーですね、右に行くとね。池袋です。あ、これは練馬なんだ。ここがずるいとこだね。まあ ね、 そうですね、最初と最後。ボビーさんも騙されるな、これ。明治の人じゃないんだから。騙されないでください。これは小賀さんかな。小賀さんですね。パンって出てきたら多分8割ぐらい小賀さんですね。私でもこれ見てからここで買うようになった。はい、あ、そうなんですか。食パン？え、食パンですか。食パン便利だよ、だって。便利。でもちょっと高いんじゃないですか。そういうわけでもない。ちょっと高い。便利さをね、金で解決してます。でも食パンを買って、駅で買って、家まで持って帰るのが面倒じゃないですか。そういうわけでもない。うち、駅、こんな細かい話、駅から家の間にないんですよ。わざわざ行かなきゃいけないから。でも新しく買いました。え、菓子パン買った方が美味しいじゃないですか。あ、本当ですか。何の話。小沢さんの動画の山が。売れんだって言ってたのに。小川さんパン好きだよね。でもね、パン好きですね。パン美味しいよ。餅とかね。あ、またインドだよ。インドなんですよ。インドばっかりだね。インドかよ。インドばっかりだよ。マギーシローみたいな言い方ですね。インドばっかりだよ。インド歌謡が本当に流れてるんですよ。カワベリで。これは後入れじゃなくて、はい、ガンジス川の中でなんか流れてる。これガンジス川なんだ。はい、インド高校のどこで流れてる。お前待ってんだよ。お前なんか立ってるの。うん、なんかインド高校礼拝所みたいな近くにこうスピーカーが立ってて、インド高校石川くんのこうやって動きがね。悪ふざけんだね、この辺で、ね、見たことあるゴリカ。この歌いいよね。絶望的ですね。
して見せられちゃってるんだね。ゴリラに。この歌を撮ってるとこが見たいね。あの、かぶせてるわけ。布団とかかぶってないかなと思って。ゴリか。なんでジャガイモなんですね。11日スタート。してほしいね。すごいな、ゴリか。これって停電を知らずに撮ってたってことなのかな。ってなっちゃったんじゃない。でたまたま停電になったのかな。いや、一遍停電になったことを再現してるっていう、うん、ああ再現したのか。本当にあったんですよって言ってたから、はい。停電ナイトブルースって探偵ナイトスクープと被ってるんですかね。そうなのか。だいぶ違う。ろくでなしブルースじゃない。あ、それブルースだったね。適当なこと言って、みんな停電中ってやって真っ暗にしてなんかするっていうのはありでかもしれないですね。あ、なんでもできるって言ったらね、うん、ってこれもでもパジャマで着替えちゃってますよ。あ、そうだそうだ、そうかそうか、ピチピチなやつね。宮部さんの息遣いがね、聞こえますね。最近ブーブーテレビ長くないですか、全体的に。あ、最近長い人多いよね。最初30秒の予定だったんですけどね。そう、それが1分が許されるようになって、今2分とかね、あるもん。宮城さんが2分超えたんですよね、最近ね。前短かったね。はい、宮城さんの日常を、ね、覗けるのもフープテレビだけですからね。痛いかな。サソリだ。いくらだろう。チクッて。サソリ商店街。サソリだ。あ、試食があるぞ。いただきます。なんでサソリ商店街やろうと思ったんでしょうか。なんでだろうな。すごいですね。このペンの黒ありますか。愛用。棒読みね。サソリ商店街は皆様のお越しをお待ちしております。あ、来た。第3話ですね。3話か。萌えっていうかアニメが上手なんですよね。こう、うまいですね。書いてんだもんね、これ。口元、顔色悪いですね。アリスはどこだ。これしっくりくるでしょ、でも。これしっくりくるな。アリスはどこに行ったか知らないかい。あ、アリス。これアリスだから谷村新司なんですよね。そう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 、そうですよね。今気づいちゃった。アリスですよ。でもアリスっていうグループ結構もう知らない人も多いかもしれない。気づかないんだな。気づかないですね。谷村新司と堀内孝雄ともう一人分かんないですもん。これで谷村新司って気づく人もだいぶ減ってるんじゃないですか、今は。若い人は。あ、分かんないよね、きっと。冷えとかあるから。うーん、なんだこれ。怖いよね、これ後ろから出てくるのは。死にますからね。あれだけで北村さんとも分かるもん、ね、お父様、アリス。お父様ってもう北村さんの声ですけどね。インドから帰ってきた。はい、何でしたっけ、お金持ちか。うん、入ってないです。お金が降ってくるんだよね。これなんか昔のプープーテレビっぽいっすよね。そうですね。これぐらいの感じのことやってましたよね。そうか、最近ね、斎、はい、藤さんみたいなクオリティが高いものが、ね、小柳くんとかね、ワンカットでなんかやってるっていうので、ね、ああ、そうか、そうか、そうか、こういうのがプープーテレビっぽいんだな、うん、そうだよ、一回で終わらすみたいな。ドーン。ないよ。
すやつだ、はい、これをこれ乗ったんだよね、うん、YouTube のトップに乗ってたんだよね。 YouTube のトップじゃなくてチャンネルページかなんかね、コメディのページかな、でいい位置に押してもらったんですけど、全然1000件くらいしかなかったね、これみんな見てない、渋いっすね。 YouTube の人がすごいこれ気に入ったって言ってた、うん、おクイズ好きらしい。 YouTube の人クイズっぽいに聞きましたとかも、ね、そうそうそう、面白い。クイズで1ヶ月に1回ぐらいクイズやったら YouTube 取り上げてもらえるっていう。やはりこれはアキレス腱なんでしょうか。アキレス腱が伸びて気持ちいいというと、おっと、ここで第3のヒント、パンを食べてます。直線です。直線の予想、カメラの後ろ側には大台た妻がいるんですよ。夫が息を捨てるんだ、取ってた。まあね、取りに行ってあげなよ。息を押しに行くからカメラ回せよ。そうそうそう。ご飯楽じゃねえぞ。子供もね、子供もね、何やってるのかしら、パパ。ね。そうですね。そんな、そんな感じでやってます。面白いですね、はい、テレビは。うん、じゃあ、ここで橋田さんとはお別れになります。そうですね、じゃあ来週どんどん人いなくなるじゃないですか。まあそういうことで、またいつか、はい、よろしくお願いします。ということで、総集編でした。さよなら。さよなら。